県内は今日も厳しい暑さとなりました。県内は今日も高気圧に覆われて晴れ、強い日差しが照りつけました。今日8月8日は立秋で、夏から秋に季節が移り変わる日とされますが、県内18の観測地点すべてで30度を超える真夏日となりました。日中の最高気温は浜松佐久間で 34.9 度、釜根本町で 34.3 度など各地で気温が上がりました。暑いですね。暑すぎてもうちょっと歩いてるだけで汗がとにかく水分は多めに持つのと、なんか帽子とかタオルは必須ですね。たまらんな日傘普段使ってらっしゃるんですか？ウォーキングとかは使ってます。抵抗感とか抵抗よりやっぱもう暑いのに負けちゃうちょっと暑いですね。汗ばむので、はい、寒暖差が室内って結構激しいので上着を持つようには心がけています。この暑さで今日県内では熱中症の疑いで21人が救急搬送されています。明日も県内は晴れる見込みで、気象台は引き続き熱中症に注意するよう呼びかけています。